ヨッサンって多分ね、配信中しかかけてこないと思うのよ、電話って。うん。あのね、絶対ヨッサンって多分、配信外で多分電話かけてこないの。LINE のチャットは送ってくることあっても、多分通話自体は多分配信中だと多分かけてこないのよ。うん。で、多分その瞬間出なかったら、多分、ね、パッツ打ってたかなんかしてた時だったと思うんだけど、かけてきた時ね。で、それで、多分出なかったんですよ。で、それをさ、後々ね、うん、気づいて、あ、ヨッサンが着信あるなとか、 思って、かけ直したところで、多分出ないんだよね。相手が配信中じゃなければ。でそれめんどくさくないうん。俺そういうの嫌なのめんどくさいでなんか、相手が配信中だからこそかけてきて、で、それで、あね。そ、その時出なかったじゃん。で、ヨスさんが配信終わるじゃん。終わった、配信がヨスさんが終わってるのに、俺が多分かけたら、うわぁ、今、配信中じゃないからこいつの出たくないんだよな、みたいな、多分あると思うの多少。多少ね。それ、その、そういう気持ちにさせるのが嫌だなって思うから俺かけないの。 わかる言ってること。かといって、なんか LINE チャットでどうしましたとかって、LINE チャット1個入れときゃいいんだけなんだけど、でもなんかもうそういうのどうしましたとか言いながら、絶対予算って多分そういう考えだろうなっての頭でわかってるから、わかってることをなんかいちいち、なんかどうしましたって知らないふりしてなんか聞くのもなんかやだな、見らながあって。わかるこの俺のこういう。 あの、心の中の気持ち。<laughs> だから、それヨっさんのこと嫌いとかそういうの全くないですけど、全然ヨっさんと、あの、俺本当絡みたくない人だと絡まないし、ヨっさんとは全然絡んでもいいですけど、なんか、そ、そういう気持ちでかけてないだけなの。だから別にまたなんかヨっさんとか電話かけてきたりとかして、まあ、タイミング合えば全然出るし、嫌いとかはないですよ、本当んとに。そうだそ、そういう、そういう、なんかそういう感じ。うん。<laughs> えー、よっさん生卵。そうですね。よっさんもなんか家に生卵投げつけられたらしいね。俺も何回もやられてるんですけどね。で、よっさんには俺がやられたとき、あのね、自演だって言われたんですけど、あのー、自分がやられたときには、まさかこれあれですよね。なんかその理論だったら、あなたも自演なんですよねって話なんですけど。<笑><笑>はあ、俺がやられたときは自演で、自分がやったときは自演じゃないってなんか都合よくないっていうね。うん。はぁ、あ。 ま、俺本当ガチでやられてるけどね。よっさんも自演だとは思ってないですよ。本当にやられてると思いますよ。本当にやられてるお礼だからわかるし。それはね。<laughs> ええー、お前、かなたの話しないな。うん。シンゴってかなたの話しないな。あ <laughs> すげえ前に一回だけしたけどね。あーあれっすボロ9513。 水着300ポイントあります。ありますあります。うん。<laughs> かなたちゃんね。なんかあれっすよね。なんか目つきちょっと悪い感じす分 <laughs> かんないけど。<laughs> 目つき悪いんじゃないのかななんか変なサングラスみたいなのがずらしてなんかやってるから目つき悪く見えるのかななんかヤンキーがかけてるようなかけ方してるじゃないですか。うん。<laughs> かなたは前世紀の寸後に憧れてあ、そうなの 俺、かなたちゃん、確かね、ツイッターフォローしたんすよ。結構前なんですけど。そしたら、なんか、フォロー返されましたけどね。あーかき氷あれです !100 ポイントあれですあれです。なんか、変な、あの、ブルブルマシンみたいなあれだなんていうのこう,こう、なんか、ブルブルマシンみたいなやつじゃないですか。あれに乗りながらおでん食べるとかっていう、なんか、ニコ生で配信してな、なんとなくそれ見てたんですよ。なんか、それ面白いなと思って。 なんか、ブル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 しながらおでんこうやって、あーつーいとかって食ってるんですよ。ブルブルマシン乗ってなんか、おでん食べるってなってあ、なんか面白いと思って、なんとなく、ちく、ちくわちゃんランキング見てたら、まあ俺普段全然見ないですけど、たまたまその時見て。そう。<laughs> えー、そうですね。<laughs> 勇者トロがライバル視してる。 うーん、それはないんじゃないだって、ジャンル違うじゃんなんかもう配信の。まあ昔はほら、ギャンブル配信みたいな、結構、まあ俺もギャンブル配信みたいな感じじゃん、F。まあ FX さんってギャンブルみたいなもんだから。俺もともと FX 配信だったけど、トロさんってあれでしょ音火事配信者でしょまあ正直俺音火事配信とかしたいなとは思ってんすけど、怖いんすよね、ちょっと。うーん。<laughs> まあぶっちゃけさ、音火事ってさ、ちょっとね、 微妙じゃないですか。あの、逮捕される可能性あるんですよ、全然。でも実際、あの、起訴されて戦えば、多分、不起訴、あの、不起訴になるか、多分、裁判勝つ可能性の方が非常に高いと思うんですけど、ただね、一度逮捕される可能性あると思うんだよね、正直。うん。相紙もこじり出した、そうなんだ。<laughs> うん。 まあでも結構ね、芸能人とかも、なんか音火のなんか宣伝とかしてるから、例えば SKE の松井珠理奈とか、あとなんか、なんだろう、うサッカー選手もなんかやってたらしいんですけど、でもね、なんかね、無料のオンカジのなんかこう C、CM らしくて、それ。で、無料のやつと、無料じゃないところだと、あの、なんか会、会社が違うらしいのよ。なんか同じサイトの名前とかでも。うん。そういうのもあって、 うーん。なんて言うんだろうな。なんかね、どうなんだろうな、みたいな。一 <laughs> 回さ、その、なんて言うの、その、恩賢じって、なんか逮捕された人が何人かか,か、過去にいて、で、それでなんか罰金払、まあ、罰金安いじゃないですか、初犯だと。で、パってなんかすもう安い金額払ってもうすぐ終わってるんですけど、一回それを争う、起訴、あの、じゃそれを裁判するっていう風にした人がいるじゃない。 で、裁判、実際するってなったら不起訴になって、結局、結裁判すら行われないで、結局それで釈放されたんですけど、つまり罪に、罪になってない。そもそも裁判すら行われなかったっていう。でも一応ほら、なんかそういうさ、逃げる恐れだったり、なんか証拠を、なんかこう、も、なんだろう、消そうとして、なんかその、勾留される、逮捕される可能性はあるわけで、そう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 。う <laughs> だからなんかね、そこが、実際でも、 逮捕されても、なんか実際じゃあ戦う、戦うっていうさ、裁判で戦うっていう、あのー、ね、姿勢で行ったら多分もう、そもそも多分起訴されない可能性も高いし、仮に裁判になっても多分、負けること多分ないと思うんだけど、うん、<laughs> そうそうそう。でも一回逮捕される可能性は多分多少あるのかなって思うから、うん、そう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 。<laughs> そこがちょっとあれなのかなと思って。うん。で、俺の場合ほら、住所とかも全部わかってるからさ。うん。<laughs> いや、やりたいなとは思ってんすけどね。うん。<laughs> なんかほら、一回それをなんかさ、争うっていう風になった時に、その賭博剤って結局その、 その、賭場を開いてる側と、その賭場に参加してる側、だから、お店と客っすよね。この二つを同時に、あの、賭場が行うところをもう見計らって、そこの場所を押さえて、えー、両方をね、あの、道元と、えー、お客、両方を同時に逮捕しないと、あの、賭博罪として、こう、罪に問うことができないらしいんですよ。そう。まあ、日本の法律だとそうなのよ。だから、 あの、海外の恩か、恩、恩って、結局その、えー、道元が海外にあるじゃん。で、海外の、ちゃんと、えー、日本だと賭博って禁止だ、あのー、違法ですけど、海外だと合法な国あるじゃないですか。で、合法な国でちゃんとライセンス取って、あの、ちゃんと国に認めて、合法、合法でやってるもんだから、道元を逮捕することってもう絶対無理なんですよ。日本のしかも法律と海外の法律違うし、その、こ、ね、国境の壁もありますし、絶対にもう逮捕すること無理なのよ。日本、日本の法律じゃ。うん。 だから、まず、道元がそもそも合法だから。そう。だから、じゃあ、日本で、なんか、えっ、ー、と、そのね、それを利用した客だけを逮捕するってことこれができないあ逮捕は多分できんのよ。逮捕はできるんだけど、逮捕って結局、その、あの、そういうなんか、犯罪してる疑いを持ってる人ととりあえず交流することだから、でもそれで多分起訴することは多分ほぼ無理なのよ。で、起訴になっても多分負けることないのよ。うん。そう。<laughs> だから、まあ、実際、じゃあ、捕まったところで、そのー、 まあ、基礎になる可能性が非常に低いし、なったところで多分負けることはないんだけど、ほぼ。うん。ただなんかそういうのはめんどくさいな。逮捕されたらめんどくさいなっていうのがあるよね。うん。<laughs> まず、どうもとそ,そもそもが、法で裁けないし、じゃあ、その、利用者だけをね、あの、うん、に、こう、罪を着せようとしても無理らしいんですよ。両方、本当両方同時に、どうもとと客、両方を同時にやんないとらしいから。 それがまず不可能だから、法律上。うん。そう。そうなんすよね。うーん。日本人向けに運営してれば、拠点が海外でもアウトって聞いた。でもね、それも聞いたことあるけど、でもそれも多分、あれ、そういうのはないのよ。うん。結局、あの、じゃあ、あの、<laughs> さっき言った、うん、説明、僕聞いてました。あの、 その話も聞いたことあるんだけど、結局、道元側を逮捕できないじゃん。だって日本の法律では無理じゃん。海外合法なのよ、しかも、そもそも。で、道元側と客側を同時に逮捕しないと無理らしいの。日本ではその、賭博罪として裁けないらしいんですよ。だからまず、仮に海外のその、音火事の人たちが、あのー、なんだろう、う音火事運営してる会社がさ、そこを逮捕どうやったってできないから、日本人向けに飛場を開いたって。 それでも、その、別に日本の法律でどうこうできるもんじゃないから、たぶん無理なの。そう。FC2 とかは、なんかそういうのいやなんかやられてるったりするんだけど、うん。FC2 はたぶんあれじゃないなんかその、サーバーとかが日本にあったとか、そのあ、あれで、あと、あ、違う、サーバーじゃないや、あの、撮影してる現場がたぶん日本だったからなんで、たぶんそれ。うん。なんか FC2 で、だ要するにほら、あの、<laughs> ま、日本の法律だと、 女性のおっぱいまではいいじゃないですか。インブはでもアウトじゃん、もう。でも、あの、普通に FC2 で日本人が、こう、下ももろにこうね、無修正で出してる配信とかあるじゃない。あれってサーバー、あの、FC2 のサーバーは海外にあるけど、その配信をしてる人が日本でそれを行ってたら、結局日本っていう扱いになっちゃうんだよね。その、や、それを配信してる人が日本だと。もう日本人が、日本人、日本にいながら、日本人向けにただもう見せてるだけだから、 だからこれは裁けるらしいんですよ。うん。でも、まあ、だから Y 説罪。Y 説陳列罪じゃなくてなんだっけそれ,それって、その FC2 のどうもと関係ないから。Y 説罪に関しては、その見せた人に適用されるから、その見せた人が日本にいて日本人向けにやってたらもう、もう <laughs> ダメじゃん。うん。そう。でも、その、それとは別なんですよ。<laughs> あの、 音火事とかその賭博の場合は、ひ、その賭場を開いてる運営側と客側両方対処しなくちゃいけなくて。で、それを、あのね、運営側がそもそも合法な国でやってるから、これを捕まえることがまずできないから、裁くことができないから。だから、それとはまた別なのよ。うーん。<laughs> そう。うん。うん。まあだからね、まあ多分大丈夫だとは思うんだけどね。うーん。 なんか YouTube とかでも、なんか音火事配信者って何人かいるし。まああと、ニコ生とかでもね、いる。まあトロ、トロさんとあと誰だっけなんか木村氏って人ですかね。まあ見たことはないんですけど、名前だけ知ってる。うん。とかやってるみたいだし。あと、ふわっちでも、まあすげえかそってる人なんですけど、音火じ配信者何人かいた、いたな、確か。うん。そうそうそう,そう。ちょっとトイレ行ってきていいですか だまたぶん大丈夫だとは思うんですけどね、トイレ,トイレ行きます。いいか。 Thank okay. you. よいしょ。<laughs> はあ。ということでね。えま、ー、あ、まあ、わあわあ言りとりますけどね。うん、まあ、あのー、今日、久々にニコ生配信したのは、まあ、メインはあの、あの女性が、 新宿の熟女パブで働、熟女キャバクラで働いている。そして緑さんはどう思ってんのかなってのを、あの、ニコ生メにちょっと聞きたかっただけ。個人的にね。個人的に。うん。ただそれだけの枠ために枠置きを今日取りました。まあ、あと久々にちょっとニコ生やってみようかなってのもあったんですよ。ま、それがきっかけになった感じですけど。うん、どうでもいいですか どうでもいいですかね。でもね、またニコ生もちょくちょくやろうと思ってんのって毎回言ってるけど、結局フワッチに使っちゃうんだけどね。<laughs> いやでも俺本当にね、あの、これはマジでずっと言ってるけど、俺フワッチってサイト嫌いだから、うん、どっちかっていうとニコ生の俺本当に好きなんで、これはマジで。これは本当に。ただ、どうしてもフワッチの方が稼げちゃうから、フワッチやってるだけで、もうフワッチと同じぐらいニコ生稼げたら絶対フワッチなくてニコ生やってるんですけど、これは間違いなく。これはマジで。うん。 いや、本当に。これは本当なの。これは本当なの。うん。これは本当なの。マジで。うん。<laughs> 全然、ふわっちとニコ生ったらニコ生の方が好きだもん。本当に。うん。そう。<laughs> そう思ってる配信者多いだろう。いや、でもなんだかんだ、そうなんじゃないだからふわっちなんか稼げるから、ふわっちやってるだけで。 別に同じぐらい稼げんだったらニコ生やってるしね。ふわっちやんないで。本当に。うん。<laughs> そうっすね。うん。待てな感じなんすよね。うん。今ニコ生繰り章上がってるのに、え、そうなんすかそれ投げ銭する人が増えたから、それとも来場者に対するお金が増えたってことっすかたまにやってくる。いやでもたまにやろうと思うんですけどね。本当に。 うん。たまにやろうかなと思って。だとさ、俺、ふわっちの配信者って俺好きじゃないのよ。ほんと、基本的に。でも俺、ニコ生の人たちは俺嫌いじゃないのよ。ほんとに。ふわっちで配信してる人たちって多分もうほとんど多分嫌いなのよ。まあ、みんながみんな全員嫌いではないけど、大体嫌いだから。うん。大体好きじゃない。うん。でも、ニコ生の人たちは俺好きなんですよ。ほんと。ニコ生の配信してる人たちは、なんだかの俺好きなんで。 うん、<laughs> みんなはシンゴのことは嫌いだよ。あ、そうかな。<laughs> そうかもしんないね。俺がふわっちの配信、他の配信者を嫌いなように、きっとニコ生の人も俺のことは嫌いかもしれない。うん、それは確かにそうかもしれない。<laughs> うん、<laughs> はい、あ ニコ生逃げ出して何言ってんだよ。俺、ニコ生から逃げたことになってんすかね。うん、僕って皆さんの中でニコ生から逃げたことになってん <laughs> いやー、ほんとね。まあ、あ手な感じでね。はい。まあ、ちょっと話すこと終わったんで、じゃあ終わろうかな。ちょっと <laughs>。 ふわっちの方で一応ね、今日ね、2倍でっていうのやってるんで、あのイベントのね。イベントっていうか、なんかあの、アイ、アイテム。うん。最近配信しないのなんで、いや、だから、結構パチンコとか言ってましたね、よく。うん。はい、あ。なんか、あと、まあ、とあるお店が、近所のお店がね、ちょっと、新規オープンな店とかもあったりとかして。で、なんか、グラウンド期間みたいなのもあったりとかしてね。うん。ツリックもやんないっすよ。 ああ当時はい。どうぞ皆さんお疲れ様でした。まあ、ニコ生は、まあ、まあちょくちょくやるんで多分。まあ毎回言ってそうやってね、結局何ヶ月も空けてやるって感じなんだけど。でもニコ生はもやるんで本当に。本当にたまにはやるんで。はい。でも実際ね、俺は本当思うんだけど、ニコ生とフワッチェを交互にやるのが一番いいと思うな。うん。だってやっぱ、フワッチェってこう投げてくる人ってある程度固定だと思うから、もうなんか長時間やればやるほど多分時給って下がるんですよね。うん。 結局投げてくる人って大体どこの枠もこれ、どこの枠も大体そうだと思うんだけど、多分その投げれるあの限界みたいなのが多分あるから、限界値みたいな。だから長時間やればやるほどその限界値にどんどんつく近づくことになるから、結局時給って下がっていくるんですよ。だから、ニコ生とフワッチョ多分交互にやるぐらいが多分バランス的にいいと思うんだよね。うん。で、ニコ生に関してはほら、投げ銭抜きで、そのー、クリショ称がもらえるし、プラス、あの、ニコ生しか、 見ないで、ニコ生で投げ銭してくれる人もいるじゃないですか。で、ニコ生では投げ銭するけど、フワッチではしないみたいな。まあ、そもそもフワッチ見ませんよ、ニコ生しか見ませんよって人も絶対いるし、だから正直多分、まあ今の、まあその、なんだ、人によってね、あの、このサイトでやった方が稼げるとかそういうのあると思うんだけど、まあ例えばさ、フワッチでもめちゃくちゃ稼ってて、もう一部の、なんかこう、なんか投げ、投げる人がついて、で、その人がもうランキングこう競って、なんかこう結構いつも上位行くっていうんだったら、その人ってもうフワッチでしか稼げない人だと思うんだけど、俺の場合って、 あの、ふわっちでもま、たぶんそこそこは稼げんのよ。まあ、そんなアホみたいな金額ではないけど、そこそこはたぶん稼げんのよ。で、ニコ生でもたぶんそこそこは稼げんのよ。うん。でもふわっちでずっとやってるとたぶんふわっちの時給も下がるし、そう。で、来場、来場者に対するお金も多少は来るから、たぶん当ん交互ぐらいにやるのがたぶん俺の場合たぶん一番稼げんのかなって思うのよ。分析しちゃうと。分析しちゃうとね。うん。たぶんそうなのよ。 ふわっちとニコ生、こまあ、交互っていうか、まあ、でも、まあ、ふわっち7八ぐらいかな ?7 八ぐらいに対してに、たニコ生2ぐらいとか。うん。で、やるのが多分一番稼げる気がする。<laughs> そう。正直ね。うん。でもなんかね、うん。そうなんですよね。でも結局やらないっていうね、ニコ生。 <laughs> なんでなんだろうねなんか。ふわっちいんかな中慣れてんのかなでも本当にニコ生の方が好きなのは本当なんだけどね。うん。は <laughs> まあ、てな感じで。まあだよ、ニコ生はね、またちょくちょくやっていくんで、本当に。たまにはやるんで、絶対。少なくとも半年に一回やるんで。<laughs> まはあ、は。本当はね、心の中では、一ヶ月に最低3回ぐらいやりたいなっていうのは思ってるんですけど。うん。まあ、最低本当にに、半年に一回ぐらい多分やると思うんで。 <laughs> ほとんどやんねえじゃんっていう <laughs>、うん。ということで。あ、相神ちゃんツイキャス行ったんですか相神ちゃんツイキャス行ったんですかうん。う神、ん、ちゃんね、なんかすごいかそってきてて、そしたらなんかエチエチ配信してましたよね。そしたら一気にドカって人が来て、しばらくしたらまた人いなくなったっていう。あ、ついになんか人がいなくなってそんなことで釣り出したかと思ってね。 <laughs> ああ、微妙さんからさよならバイバイ50ポイントあります。ありがとうございます。それで、皆さんお疲れ様でした。まあまた適当に配信しますんで。はい。あ、あとね、多分みど緑さん。まあこの配信見てないかもしれないですけど。あー、頑張れ、50ポイントレンチャーズです。緑さん、あのね、あのー、あれですね。あのー、頑張ってください。ということで、お疲れ様です。お疲れ様です。